蒸し暑い日々が続くとアイスが食べたくなります。高橋まさきです。ガリガリ君ソーダ味結構好きなんですよ。手頃な価格で買えるアイス、ガリガリ君いろいろな味が出ていますよね。ソーダ味、コーラ味、メロン味、そして何年か前にコーンポタージュ味っていうのが発売された時、怖いもの見たさで買って食べてみた。あれは何とも言えない、コーンポタージュ感が溢れていましたけれども、やはり最終的に立ち返るのはソーダ味かなって僕は思います。そう、あとは最近また昔ながらのアイスキャンデーっていうちょっと細長いタイプで売っているミルクアイスなんですが、パッケージとしては昭和の雰囲気が醸し出されている絵が描かれてるんですけどね、あれも美味しいな、いろんなアイスがありますけれども、期間限定っていうのが最近多いようなそんな気もしますよね。まあ暑い日々が続くからといって冷たいものばかり食べて体を壊さないようにしないとなって思います。ということでいきます。今日もギター一本さらしに巻いて FM リベール高橋正樹とケッパって、この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りします。最後までガツンとファイトでよろしく。改めまして皆さんいかがお過ごしでしょうか。高橋正樹です。先週7月6日は中標津影帽子さん、7日は赤いグラスさん、そして7月9日は釧路喫茶映画館さんでライブをさせていただきました。皆さん本当にありがとうございました。まあ、ライブのお話については各 SNS の投稿で、掲載していますから、そちらをご覧いただきたい。今回中標津2日間のライブ、このサポートをずっとしてくださったのが同じく中標津町にあるカフェジャストワンさんのママ千恵美さんでした。3年ぶりにお会いするということで、いや元気だったかいって本当にお話好きなママさんで、いや元気でしたよって、今回本当にありがとうございますっていうような話をしながら、で1日目のライブが終わって明くる日の日中、少し時間があったので、いやまさきくんせっかくだし観光しに行かないかいって誘ってくださって行ってきましたよ。野付半島、北海道の地図上で行けば標津町にこう細長く掲載されていると思うんですけども、右と左に海があって、
その真ん中を道路が一本パーッと伸びてるわけです。車で走っていても心地よかったですし、自然を感じるなーっていうひとときでした。奈良わら、とどわらといった名前の木々たちが海の中から派生しているわけです。そして自然に朽ち果てていく様相がとても芸術的で、うわぁ、創作意欲にまた刺激を受けました。じりって言葉知ってるっておっしゃるんです、ジェイミさんが。何ですかって聞くと、霧がかかっていて、そして小雨よりも若干緩やかな雨が降っている状態、これを、いやー今日じり降ってるねって言うんだよって。太平洋側の道東方面で使われる方言の一つらしいんです。漢字で書くと海の霧と書く。40代になってまだまだ知らない言葉があるんだなって思って、日々勉強だなと感じています。まあたまには何のオチもないお話をという形ですが、今日の第一曲目聞いてください。雨上がりの虹。上がりの
高橋正樹、雨上がりの虹、お届けしました。一つエッセイを書いてきました。読みますね。出会いはどちらか一方だけに意味があるわけじゃない。巡り合わせやタイミングといったものは偶然に見えるようで、実は必然を導いているような気もして、例えば点と点を現在の接点で前向きに刺激し合うべく出会わせるんだなって思ったりもするんです。僕は久しぶりの釧路ライブがあって、その女性は自分のお店を開店したばかり。こんなにも素晴らしいことが起こるんです、生きてさえいれば。25年ぶりの再会、あれは中学校3年生の時、突然転校してきたその子の名前はナナちゃん。着いた席は僕の隣で、いろいろ学校生活のことを教えたりもしてて仲良くなった。修学旅行で行ったフィッシャーマンズワーフムーでの出来事は、後に釧路ライブの MC で何度か話したりもしてて、まあ当時は携帯もなかったし連絡先も知らず、卒業してからは一度も会ったことはなかったんだけれど、僕の中には少年時代の淡い記憶の一つとして心の片隅に置かれてあった。で、ナナちゃんと最近つながっていたのが、2008年の初めての釧路ライブからずっと僕を応援してくれている釧路在住の京さん。ひょんなことから京さんは釧路ライブ当日の夕方にナナちゃんのお店に行ったらしく、たまたま僕の話を伝えたところ、まさきくんは同級生だよと。僕はその話をライブの後に京さんから聞いて、これでもし奈々ちゃんに会えたらすごいことですよねと京さん連絡を取ってくれた。25年ぶりの再会が実現となったんです。奈々ちゃんは当時の可愛らしい面影を残したまんま、荒波に揉まれながらもたくましく生きてきており、芯のある大人の女性となっていた。つかの間いろんな話をした。こんなにも素晴らしいことだって起こるんです、生きてさえいれば。巡り合わせやタイミングといったものは偶然に見えるようで、実は必然を導いているような気もして、例えば点と点を現在の接点で前向きに刺激し合うべく出会わせるんだなって思ったりもするんです。ナナちゃん、開店おめでとう。お互いに一生懸命が次へとつながっていきますように。背景札幌。確かなものだったけど、アンダーパ
スを全速力でさっそうと走り駆け抜けていた。緑の街の風とともに河原でサンゴ缶握り見上げたあの日の夏花火、水面に映る光のように乱反射していた明日を心で僕はしたためよう。拙い文章だとは知りながら絆のような思いのもとに涙でもしが滲んでいても分かってくださいなんて言わないから、あなたが僕に教えてくれた言葉をそのまんま包む僕をどうか笑ってください。何もないところから始まってきたんだから、何もないところからまた始めればいいじゃないか。ただでさえも青い空に邪魔をしていたはずなのに、時はいつも目まぐるしく見慣れた景色を塗り替えて、時代のせいだと誰が言えた。踏切だけが泣いていたよ。街の人並みは交差してはどこへ行くの、歩道橋の上からそっと街並みを確かめながら、心で僕はしたためよう。最初で最後のこの手紙、絆のような思いのもとに、涙でもしが滲んでいても分かってくださいなんて言わないから、あなたが僕に教えてくれた言葉をそのまんま綴る僕をどうか笑ってください。何もないところから始まってきたんだから、何もないところからまたもう一度、何もないところから始まってきたんだから、何もないところからまた何度でも、何もないところから始まってきたんだから、何もないところからまた、何度でも、何もないところから始まってきたんだから、何もないところからまた、そうさ、何度でも、何もないところから始まってきた
それでは高橋正樹ライブイベント出演情報をお伝えします。来る7月16日土曜日、小樽。会場はライブカフェ小樽ありがとうさん。会場午後6時半、開演午後7時。料金は3000円、ワンドリンク付きとなっています。お問い合わせは小樽ありがとうさんまで。0134-61-1339。7月22日金曜日は網走。オホーツクのシンガー、ゆきえさんのソロライブのお手伝いに行きます。ゆきえさんはこの番組第5回の放送でゲストに出演してくださいましたけど、1枚目からの CD のプロデュースもさせてもらってますし、素敵なシンガーの一人ですから。会場はちぱしりさん。会場が午後6時半、開演が午後7時。チケット料金は前売り2000円、当日2500円、ともにオーダー制となっています。お問い合わせはちぱしりさんまで。0152-457840。そして7月30日土曜日は裏ホロ、高橋正樹ソロライブ這い上がれ2022。会場がトコムロカフェさん。会場が午後6時、開演が午後6時半。チケット料金は2000円、別途オーダー制となっています。お問い合わせは主催の高室さんまで。0903770-3469。8月7日日曜日は札幌、高橋正樹サンバディライブ這い上がれ3。会場がサンバディさん。会場が午後5時半、開演が午後6時。チケット料金は3000円、要ドリンクオーダー制となっています。お問い合わせはサンバディさんまで。0115136678。8月20日土曜日は札幌、高橋正樹ソロライブ今宵も正樹とありがとうボリューム67。会場が歌謡クラブありがとうさん。会場午後6時半、開演午後7時となっています。料金は3000円、ワンドリンク付き。お問い合わせは歌謡クラブありがとうさんまで。0118243939。8月26日金曜日は帯広、高橋正樹ソロライブ這い上がれ2022。会場がヒップスターさん。会場午後7時、開演午後7時半。チケット料金は3000円、ワンドリンク付きとなっています。お問い合わせはヒップスターさんまで。0155-226187。そして9月からは高橋正樹、九州ソロライブツアーに出かけます。そして年末には、とても嬉しい話が舞い込んできましたから、ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。今日も番組にお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。25年ぶりの再会、これってすごいことだと思いませんか。まあ、男性にしても女性にしても、やはり今エッセイに綴ったように、点と点がそのつながっていくっていうのを実感しましたよね。それこそ東北ツアー中に僕の2つ上の先輩、小中学校の2つ上の先輩でトライプレインというバンドの皆さんがいるんですが、その方々と宮城県の石巻市ローディさんで偶然再会できましたし、やはり各地へと音楽の旅をさせてもらえるようになってもう15年ほど経ちますけど、なんか今年は特に多いような気がしますね、そうした嬉しい再会っていうのが。何かしらこう意味があるなって感じたりもします。新しい曲の案もたくさん出てきている今です。
いろいろと楽しみにしててください。この番組に関するご意見ご感想、はたまたリクエストなどなどありましたら、どしどしとお寄せください。すべての宛先はメールアドレス全部小文字でまさきアコースティックアットマーク gmail.com までとなっていますので、よろしくお願いします。番組の聞き逃し配信も放送当日午後10時から高橋まさき YouTube チャンネルの方で公開しますので、こちらもお楽しみください。この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りしました。また次回無事にお耳にかかりましょう。お相手は高橋まさきでした。また来週。バイバイ。